はい、うわ、うん、取り憑かれてる。あ、いらっしゃいませ。お客さんですか？お客さんですよね。え、あの、あ、ごめん、久しぶりだったからつい、あ、え、こっちか、クエスト。これキークエストやんね。何かあったんですか？まあ、じゃあさっきのお手伝いは、まあ、自然とお金が貯まってからにしようか。キークエスト優先しよう。うちの店、全然お客さんが入らなくてね。兄弟でチェーン店をやってるんだけど、うちがいつも最下位なのさ。正直お店の場所は悪くはないと思うんだけどな。アイナちゃん、ものすごく困ってらっしゃいますよ。ここは私たちで解決してやろうじゃありませんか。ふんふん。コンビニにお客さんを。あれはなんだ？わからん。コンビニのイエロースマート三角通り店はお客さんが少なすぎて大ピンチらしい。ほうほう。でもどこにあっても基本的に、まあ、そのコンビニの中で売り上げがどうっていうのはあるやろうけど、もちろん。でもコンビニでそこまでお客さんおらんってあんま聞かんよね。だって住宅街にあろうがどこにあろうが、なんか近くにコンビニあったら行くやん。ウィッス、その駅です。まあ、でも最近コンビニめちゃくちゃ元から高いけどさらに高いもんね。近くのコンビニ行くぐらいなら多少でもスーパー行ったりするかな。でも何すればいいのかな。そうですね、もちろん買い物してあげるのもいいですけど、それだけじゃ本当の意味では解決になりません。私たちの力でこのコンビニの経営を救って差し上げるんですよ。え、私子供なんだけど。何をおっしゃいますか。アイナちゃんには妖怪という頼れる友達がいるじゃありませんか。どんとこいってやつですよ、どんと。大丈夫かな。コンビニにお客さんを発生。何をどうすればいいんだい。ヨロズマートは便利じゃの。いろいろなものが売っておるし、何よりいらないものを買い取ってくれるサービスが超便利じゃわい。さすがにわしのお風呂のふんどしは買い取ってくれんかったかの。まあ、そんなものコンビニで売られてもね。桜ニュータウングルメ特集。ふんふん、なになに。今回は春風通りの南側にある圧巻ベーカリーをご紹介。編集部の一押しはお店の名前を冠した目玉商品の圧巻ベーグル。圧倒的なボリュームでお腹を満たしてくれるベーグル好きにはたまらない一品だ。なるほど、いいね。こういう立ち読みってさ、まあなんかいかんことっていうイメージしかないけど、でもこの、まあ道に面したところに本が置いてあって、そこで立ち読みしよりやん。人がいっぱい入っとるよっていうのをなんか見せるので、そん悪いことだけではないみたいなことを言うんやけど、まあでも長すぎる立ち読みは迷惑よね、普通に。たまにがっつり座り込んで読み寄る人おるけど。感じますよ、強い勇気です。もしかしてお客さんが来ないのって妖怪の仕業？そうかもしれません。こうなったらやることは一つ。あれはなんて書いとんやろ、横断幕。なんかわからんけどオープンは見えるよね。え、別に回転したばっかりとかじゃないよね。妖怪ウォッチでコンビニの周りを探してみましょう。24時間オープンとかそういうことが書いとんかな。あや、ん？この辺誰だあれ。え、誰だじゃない、なんか縦札？妖怪ではない。謎の縦札を見つけた。あれ、変な看板が出てきたんだけど、これ妖怪？これは謎の縦札ではないですか。謎の縦札。この謎の縦札には妖怪の謎々が書かれているのです。え、謎々が？なんで？まあまあ話は最後までお聞きなさいって。謎の縦札に書かれた謎々に正解するとですね、なんと妖怪サークルという謎の場所が出現するのですよ。そして妖怪サークルに謎々の答えの妖怪を連れてくると？わかりません。わからないの？だって謎の縦札ですし、謎だらけなんですよ。ですが何かいいことが起きるのは間違いないんですよ。この場所の場合はですね、このお店にとってのいいことのはず。いいことって？な、
ですかその目、信じてくださいって本当ですって。さ、そういうわけでなぞなぞに答えましょうか。ってことは妖怪を捕まえてこなければいけないのか。なぞなぞを解いて大丈夫かな。なんか多分前作でもコンビニでいろいろなんかあった気がするけど、その時はひもじいが関係しとったよね。この妖怪誰だ。ひもじいやん。なぞなぞ、この妖怪の名前を答えよう。1和服側に合い、1ポカポカ族、1取り付いた相手のお腹を減らす。ひもじいやん。やっぱその辺は変わらないわけですね、その根源的な大元の部分は。もやばいね、この辺あれやん、妖怪の名前知らんかったら全然進めんやん。ひもじい、どうすか。正解、イエーイ。正解、近くに妖怪サイクルが出現で、ひもじいを連れてこんといかんのよね。これか、妖怪サークル。うわ、ほんとだ、変なサークルが出てきた。アイナちゃん、信じてませんでしたね。まあいいです、これで妖怪サークル出現です。この妖怪サークルの場合、ひもじいを連れてくれば良いみたいですね。でもひもじいって私の友達にはまだいないよ。どこかで友達妖怪になってくれないと。あ、そういえばそうでしたね、コンビニのような食べ物のあるお店にはよくいると思うんですが、この辺にはいないみたいですね。もしかしてアイナちゃんの家のキッチンとかにいたりして。なんて、そんなに都合よく見つからないでしょうけどね。ここにひもじいを連れてくることによっていいことって何？みんながなんかお腹すいたってなってヨロズマートに買いに来るってこと？よし、行ってみよう。マジか、妖怪サークルを探してみよう。ウォッチのレーダーに反応するのは妖怪だけではありません、密かにポツンと立っている謎の盾札にも反応します。レーダーに反応があったらレンズを合わせて見つけてみましょう。謎の盾札に書かれている謎の図に答えると妖怪サークルが出現。現れたサークルに指定された妖怪を置くと何かが起こりますよ。よしよし、自宅に戻る。ちゃんとこの最初に選ぶ主人公によってスタート地点の家も違うっていうのがいいよね。はい、うわー、取り憑かれてる。ねえアイナ、今日の晩ご飯何食べたい？何でもいいけど、何でもっていうのはなしね。あ、でも言うセリフは一緒なんよね。めっちゃ取り憑かれてるぞ。ん？アイナちゃん、キッチン来ちゃったんですか？あれ冗談ですって、そんなに都合よく見つかるはずなんて。あれ、ママ何してるのかな。はあ、お腹空いたわ。甘いもの、確かこの辺りにチョコボがあったよね。アイナのために買っておいたけど、食べちゃおうかしら。うお、ママっていうかおかしいよ、ジバニャンでもないのに私のチョコボを食べようとするなんて。これって妖怪に取り憑かれてるんじゃない？あれ、この展開もしかして。いますね。どこや、え、どこだい。いないんだが、こっちか。あ、この辺りに冷蔵庫を見つめている。気持ちいい。妖怪を見つけた。いたよいたよ、見つけた。でもこれってひもじい本当にここにいたなんて。こほんですが、ちょうどよかった、このひもじいと友達になってくださいよ。そしてあの妖怪サークルまで連れて行きましょう。うん、そうだね。おじいさん、ちょっといいですか。妖怪にもなんか普通のおじいさんと同じような感覚で話しかけるんよね。娘さん、わしが見えるんじゃない、ちょっと頼まれてくれんか。あのハイカラな冷蔵庫に食い物が詰まっとるらしいんじゃが、開け方がさっぱりわからんのじゃ。最近の冷蔵庫は年寄りに厳しいわい。開け方がわからない冷蔵庫って何？両開きやけんってこと？
冷蔵庫のものは勝手にあげられないな。そういう時は私たちだけでなんとかするしかないでしょうよ。ひもじいの好物といえば、おお、おにぎり持ってるよ。ちゃんとおにぎり選んだよ。おにぎりだね。持ってたかな。もし持ってなかったらお店で買ってくるといいですよ。ちょうどさっきのコンビニなら店員さんも喜んでくれそうですね。ごめん、買いに行かん。持ってるから。まあ買ってくるのは一番安い梅おにぎりでいいんじゃないですかね。これはもしかして梅おにぎり指定ですか？持っとったかな。そこはちょっとケチくさいんだね。ひもじい、ここに食い物ありそうなんじゃが。いえいえ、冷蔵庫のものはあげられません。梅おにぎり持ってますよね。それで我慢してもらいましょう。あ、持ってた。梅おにぎりを手渡した。それは、梅おにぎりじゃ。娘さんや、もしかしてじゃが、そのおにぎり、わしに恵んでくれるのか？うん、もちろんです。おお、ありがたや。これでひもじい思いせんで済むわい。よかった。これはせめてものお礼じゃ。わしの力存分に使ってくれてよいぞ。お、メダル。ひもじい。ひもじいと友達になった。ひもじいの情報を妖怪大辞典に登録した。イエーイ。あれ、なんか、あ、全部数字一緒なんや。私なんかポケモン図鑑みたいな感じで、あの一人一人数字が違うとこに入っていきようやと思ったけど、全ページこれなんやね。ひもじいの妖怪メダルを手に入れた。うわー、ありがとう。ほーら、狙い通りでウィス。あ、実は他にも友達にする方法はあるんですよ。バトルに勝利すると倒した妖怪が友達になることがあります。ただし妖怪によっては簡単に友達にならない妖怪もいます。さらに友達妖怪が増えてくるとバトルでの戦い方も変わってきますよ。メンバーサークルをスライドして回すと敵と戦う妖怪を変更できます。敵や味方の状況をよく見て、その状況に合った3匹を選びましょう。ではよろずまず前の妖怪サークルにひもじいを連れて行きましょう。え、もしかしてお腹壊しちゃった？おにぎり1個じゃ足りんかったひもじい。アイナちゃん、これから面倒見てあげてくださいね。へえ、困る。あ、解放された。おかしいわね。さっきまでものすごくお菓子が食べたかったはずなのに。取り憑かれてたからだよ、ひもじいに。はい、これで妖怪サークルにひもじいを呼び出すと何かが起きそうだ。はい、呼び出します。私の友達、出てきてひもじい。妖怪メダル、セットオン。妖怪サークルにひもじいを呼び出した。しばらくここに居座らせてもらおうかの。これできっとお腹が空いた人たちが、お、取り憑かれた。なんか腹減ったな。コンビニでも寄っていくか。いいね、いいね。みんな買ってくね。唐突にお腹がすくね。あれ、さっき食べたところなのに足りなかったかな。大丈夫？いいパンパンにならない？うお、なんか猛ダッシュで。ああ、甘いもの誘惑には勝てないわ。デザートは別腹別腹。え、今ジョギング中では。みんなコンビニに入っていくよ。ひもじいの食べ物に対する力は恐るべしでございます。中に入ってみよう。大繁盛してるね、これは。ひもじいがかわいい。めっちゃ並んでる。ちょっとレジの台数を増やしてあげて。レジの台数と人、すごいレジ前が行列になってる。こんなにお客様が来てくれたのは開店して初めてのことです。よーし、お客様のご愛顧に感謝して、今から店内の商品全てを値下げします。おい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 、普通に売れよ。やったー。じゃあ追加でプリンも買っちゃうわ。デザートは別腹別腹。せっかくお客さんがいっぱい来たのに。
アイナちゃん、これは相乗効果ってやつですよ。え、相乗効果？何それ？いやまああれですよ、相乗な効果ですよいやまあせっかくだから何か買っていきましょうよ。お、ジバニャンがチョコボを選びに行ったか。よろずマート三角通り店の商品が全て値下がりした。おお、なるほど、こちらも恩恵に預かれるわけですね。おやつ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 、甘いものは別腹なのよ。あのおばちゃん、買えるだけ買って食べまくるわ。ダイエットなんてやめようやめ健康的になるのはいいことやけどね。なんか急に客が増えてきて騒がしくなってきたな。ずっと立ち読みしてんの。うわー、なんか別のおばちゃんやった。別のおばちゃんじゃなかった。なるほど、動き回るタイプなんやね。おお君、また来たね。聞いてくれよ、さっき急にお客さんが増えてさ、大繁盛だよ。まさか君が連れてきてくれたとか。え、冗談さ、で雑談してる場合じゃなかった。よかったら君も買っていってよ、安くしとくよ。はー、忙しい忙しい、うちもバイト増やすかな。いやはや、あのひもじいがこんな風に役に立つとは。ただのお腹すかすじじじいかと思ってましたが、侮れませんね言い方、なんかコンビニの問題も解決しちゃったね。そうです、このお店にとってのいいことが起きたでしょ。さらになんと相乗効果でお店の商品も値下げです。これが妖怪サークルの素敵な効果なのですよ。これはこの先ずっとってこと？この先ずっとやとしたら普通に普通の値段の意味はなくなるけど、これからは妖怪だけでなく謎の盾札も探すといいですよ。でも謎の盾札って誰があんなとこに立ったんだろう。え、それはですね、あれですね、町の守り神とかですよ。やっぱりわかんないんだ。コンビニにお客さんをバッチリ解決。さすがです、解決。ひもじいはポカポカよ。応用空手講座、空手の高度なテクニックが書いてある本、攻撃に意識を集中させる一冊。このあれかい、妖怪ウォッチ2は講習が全部選べるのか。妖術超百科、全ての妖術が載ってるって言われている本、マニアにはたまらない。性格を荒くれにする、性格を頭脳的にする、頭脳的にしとこ私の戦い方的には荒くれな感じがするけど。にゃいと活発、にゃいと活発、はずれ。やっぱ当たりだけじゃなかった。お、これでストーリーのロックが外れた。おやおや、もうこんな時間ですか。一日なんてあっという間ですね。では暗くならないうちにそろそろお家へ帰りましょうか。うん、そうね。待って、ちょっと商品見たい。お客さん急に増えたな。ついにうちの店の時代到来かな。おっと、いらっしゃいませ。ただいま売上還元セール中です。ちょっと見させて。高いえ、安くなってこの値段ってこと？めっちゃ高いんですけど他にご用はありますか？売れるかな。ダンシングスター集めている人がいるってなんやろ。スーパークロミツ、売るしかないみたいなものは別にないんやな。あ、大丈夫です、またのお越しをお待ちしております。さあまあ行きますか。ただいま。さっきも一回帰ってきたけども、今日はたくさん遊びましたね。私も歩き疲れました。浮いてるのに確かに。お、この棒の役
かった。なんかいい雰囲気なのでは。お、アリナ、おかえり。パパ、おかえりなさい。お仕事から帰ってきていたのね。アリナ、みんなのおまんじゅう食べないか。ドクロ屋の本家と元祖、どっちのおまんじゅうもあるんだから。え、両方買ったの結局。あれ、この前はおまんじゅうのことであんなに喧嘩していたのに。ママ、この前はすまなかったね。今日はその仲直りのためにママが大好きな本家のおまんじゅうを買ってきたからね。嬉しい。でも夫婦って同じことを考えるのね。私もあなたが大好きな元祖のおまんじゅうを買ってきちゃうだなんて。きっと私たちって心の深いところで通じ合っているのね。あ、君と結婚して本当によかった。僕は幸せ者だな。あら、私だったパパって幸せよ。ラブラブだな。いやいや、僕の方が幸せだって。あら、私の方が幸せだってば。というウィスパーが。まあ、ご両親が仲直りできてよかったですね。こっちはもう見えてなさそうだな。なんか今、ジバニャンがまっすぐ食べ物の方に向かっていきよらんかった。お腹すいた。やっとお昼休みですね。今日の唐揚げはいい出来なのよ。朝から唐揚げあげたの、すげえな。何？カラス。会話を聞いてる？あ、取っていくね、唐揚げ。あんなに近づいてくることある？あー、カラスが私の唐揚げを。え、大丈夫なん？鳥同士やけど。ここ数日、桜ニュータウン近辺においてカラスによる被害が多く報告されています。その多くはカラスが人間の食べ物を狙い飛びかかって持ち去るというものですが、カラスには惹かれ物を集める習性があることから、キラキラと光るアクセサリーを狙ってくることもあるそうです。ご近所の方はどうぞご注意ください。まあ、カラスって怖いのね。そうね、私そろそろ遊びに行ってくる。え？めっちゃ流すやん、会話。京丹駅公園でカンチ君と遊ぶ約束をしているから。はい、行ってらっしゃい。車とカラスには気をつけるのよ。カラス。京丹駅公園でカンチと遊ぼう。もうなんかさ、何？なんて言うんやろ。家の外にさ、CD 吊るしてるみたいなのあるやん。あれって鳥よけかなんかじゃなかった？キラキラしとるけどね。あ、何も話せんなと思ったらこれリモコンか。ごめん、なんか見てるところをめちゃくちゃつけたり消したり。ねえ、あゆな、今日の晩ご飯何食べたい？毎回同じこと言う。まあ何でもが困るよね、やっぱり。じゃあとりあえずあれだな、セーブして終わっとくか。ってことで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回は、京丹駅公園でカンチと遊ぶ。え、二人？デートやん。男子と二人で遊ぶ約束とか小学生でもせんかったけどな。